はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。ウクライナのゼレンスキー大統領はクリミア大橋について次のような見解を示しました。クリミア橋無力化必要、ゼレンスキー氏攻撃続く。ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、アメリカでの安全保障関連の会合でオンライン演説し、17日に攻撃があった南部クリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋について、ロシアが弾薬を運び半島の軍事化のために利用している、戦争を引き起こす者は無力化しなくてはいけないと述べ、攻撃対象との見方を示した。ゼレンスキー大統領はクリミア橋はウクライナのターゲットであり無力化されなければならない、我々にとってこれは法律、国際法、一般的適用規範を無視して建設された敵の物体である、したがってこれは我々のターゲットであり、平和ではなく戦争をもたらすいかなるターゲットも無力化されなければならないと語った。このように報道されております。このゼレンスキー大統領が述べていることは、クリミア大橋を必ず無効化するという決意、または宣言というふうに聞こえると思います。今後ウクライナ側によるストームシャドウや水上ドローン、クリミアのパルチザン活動など、あらゆる手段、組織的連携、そうしたことを用いてクリミア大橋を無効化する試みが加速していく可能性が考えられます。もしクリミア大橋が無効化されるということがありますと、プーチン政権にとっては軍事的、政治的両面において計り知れない打撃となることが考えられまして、その際はウクライナ情勢は大きな局面を迎えると考えられます。こうした中、次のような報道がされました。クリミアで弾薬庫爆発、半径5キロの住民避難、ウクライナ攻撃認める。ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島で首長を名乗る親ロシア派幹部セルゲイ・アクショノフ氏は22日、ウクライナ軍がクリミアをドローン、無人航空機で攻撃し、弾薬庫が爆発したと SNS に投稿した。ウクライナ軍の戦略コミュニケーション局は SNS で石油施設と弾薬庫を破壊したと述べ、攻撃を認めた。アクショノフ氏はクリミア中央部のクラスノフバルジースキー地区の弾薬庫が攻撃によって爆発したが、大きな損害や負傷者は確認されていないとしている。半径5キロ範囲の住民の避難と鉄道の運行停止を決めたという。ロシアが軍事拠点化したクリミアをめぐっては、17日にクリミア橋で爆発があり、19日にも弾薬庫が爆発した。このように報道されております。またウォールストリートジャーナルやデイリーメールなどが6月18日現地時間に報じたところによりますと、ウクライナ軍はクリミア半島に隣接するロシア軍占領地域ヘルソン州南部の港湾都市ヘニチェスク近郊の村のロシア軍の大規模武器庫をミサイルで破壊したと報道されておりました。これらのことから、ウクライナ南部に展開するロシア軍にとって重要な武器庫が3つ破壊されたことが報道されていることになります。こうした情勢から、ウクライナ南部の前線に展開するロシア軍部隊への弾薬などの供給の遅延など、そうしたことが起こる可能性も考えられると思います。今回22日ロシア軍の弾薬庫が爆発したと報道されているクリミア中央部のクラスノフバルジースキー地区とは、クリミア半島中部にある都市シンフェロポリの北約 55km に位置します。また SNS や海外の報道などを見ておりますと、クリミア半島中部にあるシンフェロポリの北オクチャブリスコエにある飛行場にも攻撃があったと伝えられておりまして、さらにその近くの鉄道駅エレベトラナヤ駅で火災が発生していると伝えられております。これらの場所から大きな黒い煙が立ち上る様子を撮影した動画が複数 SNS 上に投稿され確認されております。また22日にはクリミア半島セバストポリで大きな爆発が発生、2つの店舗と薬局が火災となり、セバストポリの一部の地域で停電が発生したと報告されております。こちらもですね、大きな煙が立ち上る様子を撮影した動画が複数 SNS 上で確認されております。つまりまとめますと、7月22日クリミア半島では石油施設とロシア軍弾薬庫、飛行場、鉄道駅、店舗、薬局など6カ所で大きな爆発や火災があったことが SNS 上で報告されたり、またニュースとして報道されていることになります。しかもこのうち4カ所はクリミア半島の中心部にある都市シンフェロポリから比較的近い距離にあり、もう2カ所はロシア黒海艦隊の拠点セバストポリということも注目されます。ウクライナ側のドローン攻撃などがシンフェロポリ付近に対して行われたということは、ウクライナ側による
クリミア半島への圧力がさらに強化されたことを示唆している可能性が考えられます。また7月22日にはロシア軍が占領しているウクライナ南部マリウポリ近郊にあるロシア軍の巨大な弾薬庫がパルチザンにより破壊されたと一部報道されております。さらにロシアの情報筋はロシア南部ロストフナドヌーの紙の回収とリサイクル専用の施設で何者かが大規模な火災を引き起こしたと報告しました。つまりこれら報道を総合しますと7月22日にはクリミア半島で6カ所、ウクライナ南部マリウポリ近郊のロシア軍弾薬庫、ロシア南部ロストフナドヌーなど計8カ所で爆発や大規模な火災が報告報道されていることになります。こうした中22日クリミア半島のロシア占領当局はクリミア大橋の車両の移動は一時的に停止されていると述べました。こうした情勢を見ておりますとウクライナ側によるクリミア大橋への攻撃などをロシア側が警戒している情勢が見えてくると思います。クリミア半島やウクライナ南部をめぐる情勢は緊迫の度合いを増してきたように見えます。こうした中次のような報道があります。ウラジーミル・プーチン大統領率いるロシアが西側情報機関の草刈り場となっているイギリス対外情報部 MI6 のリチャード・ムーア長官がロシア国民にスパイ活動への協力を呼びかけたのに続き、アメリカ中央情報局 CIA のウィリアム・バーンズ長官が情報収集の好機だと見ている趣旨の発言を行ったのだ。ワグネルの乱で混迷を深めるプーチン政権はさらに窮地に追い込まれそうだ。250万回視聴。 CNN によるとバーンズ氏は20日アメリカコロラド州で行われたアスペン安全保障フォーラムでロシアには多くの不満が溜まっているとして情報機関としてこのチャンスを生かす機会を無駄にはしないと表明、一世代に一度の情報収集の機会だとの見方を示した。 CIA は5月 SNS でウクライナ戦争に不満を持つロシア国民に機密共有を呼びかける動画を投稿した。バーンズ氏はこの件についても最新情報として動画が最初の1週間で250万回視聴されたことを明らかにした。ロシアに対しては MI6 のムーア氏が19日チェコの首都プラハでの講演で流血を終わらせるため協力したいというロシア国民へのドアはいつでも開いていると情報提供を呼びかけていた。このように報道されております。アメリカ CIA のバーンズ長官が一世代に一度の情報収集の機会との見方を示し、情報機関としてこのチャンスを生かす機会を無駄にはしないと表明したことは注目されます。これは今後アメリカ CIA がロシア国内からの協力者を得て情報収集活動、工作活動などを活発化させる可能性、またはすでにしている可能性、そうしたことが考えられてくるのではないかと思います。現状ロシアではプリゴジン氏による反乱以降、ウクライナ侵攻を支持するタカ派からもプーチン政権の弱さや揺らぎを指摘する声が相次いでおり、プーチン政権の弾圧は反戦派にとどまらず戦争推進派にも広がっていると報道されております。つまりロシア国内におけるプーチン政権への不満はウクライナ侵略支持派、反対派の双方から出ていると考えられまして、アメリカ CIA やイギリス MI6 などはこれら双方から情報提供、収集を行う可能性、またはできる可能性が考えられます。プーチン政権はクリミア大橋、クリミア半島の情勢が一段と不安定感を増す中、ロシア国内から米英情報機関に重要な情報が漏洩する可能性など正念場と直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちましてこのチャンネルもチャンネル登録者数22万人を超えました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。